今回のパチタウン TV はクリスマススペシャル企画。番組の最後にはサンタからプレゼントが。メリークリスマース、イエーイ。ジングルベール、ジングルベール、ズバイ浮かれとんな。浮かれ、分かりやすい浮かれとってるな。いやもうクリスマスですよ。近いね。よくないですクリスマス。まあ、クリスマスね、うん、あのこれ子供の頃とかはねテンション上がってきたけど、はい、大人になって何をされるんですか。いやでもクリスマスパーティーとか、うん、みんなで友達とか、はいはい、女の子同士はですね、うん、女の子同士集まって。逆に男性ってクリスマスワクワクしません。もしかしたらみたいなところあるよ。まだギラ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 するけど、ギラ、あのクリスマス前にギラギラするけど、そのギラギラが無駄だったことが何年も続く、ね、ことによって、それでクリスマスっていうのはこういうもんかっていう、もうそういう感じになってきましたよね。あ、じゃああんまり期待はしてない感じですか。でもチャンスではある。チャンスだよ、それは。それはもうチャンスだ。じゃあそらね、お父さんね、チャンスですよね。もしかしたら万が一っていう、だってほら普通の日に比べたらチャンスはそら持ってますよ。バッターボックスには立てる。女の子も範囲が広がります。ちょっと。何ですか何ですか。女の子も範囲が広がる。アストライクゾーンが広がる。やっぱりね、チャンス、チャンスだから間違いないですよ。いやいや、まあ、確かにそうですけども、ちょっとねこの話どん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 長くなりそうなんで、あ、長くしたい企画。あ、まずはね、はい、今週の企画ご覧いただきたいと思います。 それでは、はい、どうぞ。メリークリスマース。メリークリスマース。サンタがいっぱいですけれども、今日はクリスマスも近いということで、はい、この衣装で今日はお送りしたいと思うんですが、はい、今回は防府市にありますおしゃれカフェアペゼにお邪魔しております。いや、これ初めてじゃないですか、パチンコ屋さん飛び出して、はい、チタンテレビ山口版初の企画 で、ね、そうなんですよ。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。え、ガッキー、おかしくなった。あれ、え、ちょっとね、立っていただいてよろしいですか。そうなんですよ。いや、どういった性癖の疲労でなんですかこれ。本当にでもこれ足元とかマジでありなんですよね。あり、マジで。足だけ見たら結構綺麗ね。いや本当に、かおりちゃんなんか問題にならないぐらい綺麗な。なんでよ、私もなかなか綺麗だから。いや、楽器の方すごいよ、本当にひどい。まあ、でも一応やらされてますんで。いやいやいや、やらされてって言いますけど、あのもう一着男性用ありましたからね。それあったのに自分からこれ着てますからね。ノリノリ。さあ今回はですね、はい、3人でこういった企画をやりたいと思います。はい、今回行う企画はクリスマスプレゼント大喜利。大喜利よ、素晴らしい。はい、まあ、私たちサンタクロースなので、あのプレゼントをね、はい、準備して皆さんにお届けするということなんですが、今回は大喜利を絡めて3人でやりたいと思うんですよ。うん、で今日はあのアペゼの店長さん、美和さんにお越しいただいております。はい、あら、美和さんまで、はい、かわいい。恥ずかしい。そんな来てもらって。そう、美和さんには今日はあの番組の、今回お邪魔しているカフェアペゼ、こちらはゆったりとしたスペースにおしゃれな雰囲気の店内。そこに並ぶハンドメイドのかわいい小物や雑貨たちが楽しいひとときを過ごさせてくれるぞ。さらにこだわりのランチメニューは季節に合わせていて大人気となっているぞ。そんなカフェアペゼの店長美和さんがディレクターのアシスタントと審査をしてくれるぞ。まあ、あの美和さんにお題を出していただきまして、うん、私たちが面白い回答をします。はい、その判定も美和さんにしていただきたいと思います。大役を。美和さんが笑ってくれたらポイントゲットってことですね。一番いい回答を出した方には、うん、皆さんからこちらのツリーをポイントとしてプレゼントしてもらいます。はい、で一番多かった方が優勝、一番少なかった方は視聴者の方に私物をプレゼントしていただきたいと思います。また私物じゃなくても、あのクリスマスプレゼントとして自分で買ってプレゼントしても大丈夫なの。なるほどなるほど。とにかく何かいいものを。そうそうそう、そういうことですね。サンタさんですからね。はい、負けらんないな、ちょっとこれ。まあ、勝てばいいってことですもんね。うん、勝てばいいと。あの網タイツは多分いらないと思うから網タイツはなしで。いらないですかね。うん、お願いしたいと思います。欲しい人いるかもしれませんけどね。いらないと思うよ、ほんと。ガッキーと同じ性癖の方は。やめろ、全然違うわ。はい、
ちゃんとしたプレゼントを用意してもらうぞ。それではクリスマス大喜利スタート。まずはこちらです。じゃじゃん。こんなサンタは嫌だ。どんなサンタ。おー、クリスマスっぽい。ちょっと一人見ちゃったんですけどね。いや、嫌だって言うな。サンタ嫌だけど。やめろ。早押し。お題はこんなサンタは嫌だ。どんなサンタ。できた人から早押し形式で答えてもらうぞ。はじめにできたのはドサケン。こんなサンタは嫌だ。どんなサンタ。じゃじゃん。足が臭く残り香がすごい。やだーやだー。おまけで。おまけ。あやった、やった、やった。早めの勝ちですよ。はい、いきます。はい、こんなサンタは嫌だ。どんなサンタ。プレゼントは大当たり後の時短の台。あ、これ嫌でしょ。うん、そうですね、嫌ですね。FP 中とかに攻めてくれればいいのに、抜けた後に渡されるっていうね。そうですね、嫌ですよね。はい、嫌です。じゃあちょっと、夢はないですよ、夢はないですよ、夢はないよ。わかりました。夢はないって。いいですか。はい、こんなサンタは嫌だ。はい、はい、僕。あ、じゃあワンポイント。あ、よかった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 。早い早い早い。夢があるよ。はいはい、こんなサンタ嫌だ。どんなサンタ。はい、プレゼントは今夜の思い出。あ、素敵。ちょっと夢があるじゃない。なんで嫌じゃないんだ、最高じゃん。本当に。どこぞの、どこぞのおっさんよ。どこぞのおっさんサンタが来て、今夜の思い出とか言うんだよ。そうしたらちょっと嫌ですね。よしよしよし、じゃあ行きましょうか。間違った間違った。続いてドサケン。離婚して離れて暮らす父が1年に一度サンタになって会いに来る。切なすぎる。切ないけどちょっと嬉しいんじゃないですか。切なすぎる。嫌じゃないですよね。子供目線から言うと嬉しいですよ。重すぎるでしょ。重すぎる。エピソードは重いけどでも嬉しい。子供からしたら嬉しい。嬉しい、ね、あ、ダメ、ちょっとポイントじゃないかな。残念残念。ドサケン残念。ここで次のお題へ。業界騒然、噂のパチンコがデビュー。どんな台。どんな台。はあ、パチンコ台。大当たり出ます。大当たり出ます。誰も歌う。ただ画面を楽しむだけ。誰も歌う。いやですね。じゃあ皆さんつぼに入ったんです。ちょっとよかった。皆さんのスタートチェッカーに入ったかな。単純なやつがいいですね。うまいこと。噂のパチンコだデビュー。どんな台。はい、こちら。とりあえずこれ羽物をイメージしてほしいんですけど、袴があって、はい、あの下スタートチェッカーがこうなってて、まあなんかこんな感じの台みたいな。ちょっと下ネタ。募集しましょう、募集しましょう。あ、募集で一つ。募集しましょう。いただきます。募集だろ。皆さん、いつもどうやったかな。はいはいはい、かおりちゃん。はい、業界騒然、噂のパチンコがデビュー。どんな台。はい、図柄の数字が多すぎてなかなかリーチにならない。あ、5000台とか。そうそうそう、当たったら5万発ぐらい出るみたいな。そうそうそう、あるかもしれないですね。いいですか。やったー。さっきのがこちらに移っちゃいました。はい、噂のパチンコがデビュー。どんな台。 CR 美和さん。いや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 、これ違うんですよ。意味があるんですよ、ちゃんと。 CR が普通の CR じゃなくてクレイジーレディー美和さん。そっちか、クレイジーレディー美和さん。どっちか、じゃあどうでしょう。クレイジーレディー美和さん。じゃあ募集でーす。なしでーす。どこら辺がクレイジー。いやもう全体的にやっても、だっていきなりテレビにこの格好で出てるからクレイジーでしょ、だってこの人。そうですよね、そうですよね。なくなってね、あれ、募集と、募集と、募集と。次のお題は、ゴーゴーランプがデザインを一新。どんなデザイン。ジャグラーですね。なるほど。ここで何かが分からずスタッフを呼ぶドサケン。藤山さん。感情不思議だ、感情不思議。はいはい、はい、かおりちゃん。ゴーゴーランプがデザインを一新。どんなデザイン。ゴーゴーランプのゴーの文字の上にひっそりゴーひろみがいる。おい、お前ふざけんなよ。危ない。ふざけん、こういう女やりやがったぞ今。やりやがったぞ。おい、そういうことか。俺が今お声では
確かに聞こえてる。あ、なるほど。ゴーヒロイのゴーで書こうと思ってたら。でも、でもね。でも、これ全然ゴーじゃないから。全然ゴーになってないから、これ。じゃないの？なんで真似してないもん。カンニング疑惑ですか？カンニング疑惑。カンニング疑惑。カンニング疑惑。みんなやりやがったな。真似してくる。いやいやいや、うわもう私だって書いてちょっと、いやだって早押しだもん。私も2人とさっきかぶってたら取られちゃったもん。僕ですかね、そろそろいいですかね。じゃあガキ、はい、ゴーゴーランプがデザインを一新、どんなデザイン、はい、今まではペカールだったんですけど、あ今回ピカルどうですかね。あでもいい、いい、いいぐらいです。素晴らしい、絵が無駄にうまい。うん、うまい、うまいわ。じゃあちょっとポイント、はい、やばい。今回は視聴者プレゼントをかけたクリスマス大喜利、果たしてどのサンタがプレゼントをくれるのか。次のお題は海物語を超える新たな物語が、何物語？早い。海物語を超える新たな物語、何物語？はい、CR 美和物語なんですけど、これあの CR っていうのがクレイジーレディクレイジーレディ、ま、でクレイジーレディ美和のいろんな物語。すごいしょぼくないですか？いやしょぼくないです。絶対しょぼくないですよ。人生みんなだってその人の人生、その人が主人公ですから、ね、すごい真面目に言っても募集ですよ。やばい、これ仕事何持ってきてないし。はい、海物語を超える新たな物語が何物語？はい、男女7人夏物語。どんな物語？わかんないですか？大竹しのぶさんと、どんな感じの大竹しのぶさんと、さんまさんが。なるほど、リアル。さんま君が出るんですね、さんま君。はい。海物語を超える新たな物語が何物語？はい、どこにでもいる男女6人が一つの家で台本なしで暮らす物語。これだ、パクったんやろ。またパクったんやろ。いろいろ見れちゃう。パクったな。またパクったんじゃない？いろいろ見れちゃうから、ね、まあでもまた俺パクったんじゃない？私より後に来た。いやいや、変わってない。またやったな、変わり。変わりまたやるんですよ。うわちゃん、ごめんけどさ、芸人としてどうなってるの？変わりやるんですよ。変わりはやる、本当に。私より後で、でも香織ちゃんが男女って書いたとこで俺あーと思ってバーンってやり返してやろうと思ってやったら、あのやっぱ年代が違すぎて、俺は男女死に夏物語、男女まで見たら男女死に夏物語になるけど、違った、違う、香織ちゃんがテラスハウスだよ。今の人はテラスハウスだよ。男女までしか見てなかったから、それ勘違い。いやいや、まあ、ジェネレーションギャップや、ジェネレーションギャップ。ふざけんなよ。お前がパクったんだろ。パクってないもん、ルズケンさんがパクったんだよ。すげえ出しにくくなったわ、これ。すげえ出しにくいし、なんかこれ絶対もらえないやつだと思うからちょっと出しとくけど、もう、ね、なんかちょっとかぶってるし、なんか雰囲気。いいじゃないですか。なんかミスったわ。でも、いい物語でしょ。素敵ですよね、そうですよね。パルコング。ここでついに最後のお題。面白くないガッキーにサンタさんから最高のギャグをもらったよ。どんなギャグ？すげえやりにくいな、これ。最終問題です。じゃあ面白くないガッキーにサンタさんから最高のギャグをもらったよ。どんなギャグ？ロケに来たら女になっちゃった。それは面白いやつ。募集です、募集です。募集、はい、じゃあ本人がやったけど募集です。おかしいだろ、これ。おかしいだろ。いや、あるもんな。面白くないっていうところを今見せたんだからね、もらっていいべきだから今。はい、はい、じゃあ野崎さん、面白くないガッキーにサンタさんから最高のギャグをもらったよ。どんなギャグ？いや、あのガッキーさんのブログを僕よく見るんですけど、自分のことをですね、こういう風に書いてるんで、おっす、おいらガッキー勢い。そう、ギャグになったら声でかくなってます。あれとちょっと被ってるから。あ、1個だけ言っていいですか？僕、ひらがなんで。あ、すいません、すいません。厳しい、これ。厳しい。はい、はい、ガッキーちゃん、
面白くないガッキーにサンタさんから最高のギャグをもらったよ。どんなギャグ？イケメンでパチスラが上手、女性ファンもたくさん、おしゃれでハイセンス、でもやっぱり面白くない、俺ガッキーダメーな、俺ダメーな、やっていただくってことだね。イケメンでパチスラが上手、女性ファンもたくさん、おしゃれでハイセンスな、面白くない、俺ガッキー。長いでしょこれ。いいや、長いでしょ、ね、いいですよ、長いね、ほんとに。俺ガッキー。なんだよ。俺ガッキー。じゃあかおりちゃん1ポイントゲットでーす。やったー。じゃあ皆さんからいただきまーす。イエーイ。最後のお題なのでポイントは他の人からもらうことに変更。よしよし。考えよし。どうしようかな。どうしようかな。もう俺が自分でやろうと思ってたやつ。見えるじゃないですか。ザケンさん、面白くないガッキーにサンタさんから最高のギャグをもらったよ。どんなギャグ？大蔵大臣。大蔵大臣。それ俺がやろうと思ってたやつ。僕じゃできないよ。嘘。え？この感じ必要ですよ。大蔵大臣。だって帽子取ったし。これずっとやろうと思ってた。それもガッキーにあげる。いやいや、できないよ。できないでしょ。この感じでやっても違うでしょ、それは。大蔵大臣。やりたいだけでしょ、もはや。朝日さん、一番いい。やったカオリちゃんから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 もうどっちが勝つかみたいになってるけど。じゃあ、結果発表いきたいと思います。イエーイ。誰が1位かな。もう決まってるでしょ。じゃあせっかくなんで一応ね発表したいと思います。はい、はい、私は2ポイント。僕は3ポイント。ガッキーはないですよね。ゼロポイント。優勝はドサケンさん。やったー。豊作疑惑ありましたけど、ね、逆ですよ逆。君でしょ。ずるいよ。だってもう一個あるわけだからね。だってあれそう違うもん。私だって盗作されたもん。いやいやいや、どっちが盗作さん。ほんとずるい感じだって。私してないもん絶対。いやいや絶対ほんともうカメラ見てるからな。見てないもん。全部カメラ見てんだから。見てないもん。楽しそうですね本当。ああ、本当に二人して楽しかった。途中まで僕いっぱいあったんですけど、ここに急に取られてみんなに。他はこれですからね。しょうがない。しょうがない。まあ楽しく。お題で面白くないって入れられてたからね。あれやったらもう負けなきゃいけないよ。面白さは競うゲームだから、そう必然的にね。だってあれはね、あの問題作った人が審査してるからね。確かに確かに。そしたらもうそうなるよね。そりゃそうなりますよね。全だった感じがすごいから。はい、まあでもね、今回こんな感じで終わりですのでね。最後の方はあの私物プレゼントということですので、はい、ガッキーには変な誰も履かない靴みたいなやつ、靴あるじゃん。あれあげたらいいよ。誰も履かない靴あるじゃん。おしゃれが3周しちゃう。高いからあれ、高いっすよ。でも誰も履かないやついらないでしょ、まず。はい、ということで今回はアペゼさんからお送りしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、メリークリスマス。大蔵大臣。違う。大蔵大臣。いや、被せるな。大蔵大臣。触れてないからもう。ちゃんとやってよ。やり方教えてくださいよ。顔が違うんだよね。顔は違うよ。ちょっとやっぱりね、改めて聞きましょう。さやちゃんのストライクゾーン広がる発言を、いや、ほんと気になりますそれは。うん、気になります。クリスマスはストライクゾーンが広がりますっていうところまで、それはやっぱりうん、いや違うんです、はい、なんとなくこう周りが盛り上がってるから盛り上がってるから、うん、こう自分も扉を開けて扉を開けてあ、普段は閉まってる扉をその日はガチャッと開いてわーって飛び出していくわけや。わーって飛び出していく。そう、でも、うん、一般的な話ですよ。私じゃないです。いや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 、世の女性はさやちゃんじゃないの。さやちゃんの口からしっかり。だから男性はちょっとチャンスかもしれないっていう。当然ない。あの失礼ですよね。でも考えたらなんか上から女性が上から目線じゃないですか。あなたたちチャンスよみたいな。ふざけんじゃないよね。男もお前学に言えばお前チャンスやったな。チャンスだと思え、ね、準備しましょう、はい、週末に向けて頑張ろう。はい、ということで今週はこの辺でまた来週お会いしましょう。報告待ってる。さよなら。待ってる。定価詞は
楽しめるのさ定価より。来週も見てね。うまい。